はい、今日はね、サムネとタイトル見ていただければ大体わかると思うんですけど、マジなんですか？マジマジマジ。これもね、唐辛子買ってきたから、これ。これを食べた後に、要は酢を飲むと。いや、本当に消えんの？マジマジ。そう、マジマジしか確か言ってないから。マジマジマジじゃねえんだよ。マジマジマジ。本当に？うん。やってみましょう。お願いします。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。これをそのまま食べるっていう行為。一回食べてみたら、普通に。まずまず辛いかどうかさ。いや辛いの分かるじゃん。だいや分かんないよ。いや辛いよ。一回いる？その絵その絵いるいる、すごいいると思う。やっぱりその絵あった方が面白いって。絶対面白いって。おめえが見てるだけじゃん。おお、いい音する。あれ、うわ、それは辛いだよ。それはそれそれはそれ辛い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 。ちょっと今水飲んできました。いや辛いよ。これお酢ですよ。買ってきました、お酢も。でお酢をね、このワイングラスで飲みますんで。雰囲気大事だから。雰囲気だ。そう、おしゃれな感じ。やっぱり冷静さをこう出したい。なるほどね。俺的にはね、一回ちょっと飲んでみてよ、お酢も。こっちもいる？うん、いる。こっちも飲む必要ある。スムリエになるやん、スムリエね。スムリエね。透き通ってますね。白ワインみたいな。白ワインマジで白ワインみたいになってる。あ、酸っぱい。あ、すごい匂いがする、これ。すげえ匂いがする。ちょっと匂い嗅いでみましょうね。いただきます。いや、こっちの方がきついわ。あ、そう。グッてくる、喉に。じゃあ行こう、早速。消えんの、これね。行こう行こう行こう。それでは、いただきます。結構いっちゃったよ。はい。そう、最初はいけないんだよね、こういうのってね。あ、かいかいかい。はい、飲む飲む、早く飲む、早く飲む。え？なんだこれ。え？辛くない。わからない。なんだこれ。なんか酢の、うん、わーっていう感じなのか、うん、こっちのわーって感じなのかわかんない。あれ、お、すげーじゃん。何これ。何これ、すげーじゃん。お酢のうじわーっていう、うんうん、感じで、なんか書き消された、上書きされた感じがする。おー、辛くない気もするんだけど、うん、苦しいは苦しい。しわ苦しい。なるほどね。涙出てるからね。でも辛さは消えるんだ、シュンって。うん、なんか辛い辛いって感じではない。そんなにしないかも。すごいじゃんこれ。すごいかもしんない。それはダメ。もうそれ知ってるんだよ、それの辛さ。いやー、みんな覚えてますか、これ。これは本当に辛いんだって。普通の皮膚でもやばいの。背中とかも赤くなったから、これで。これいけたらさ。いや、これでいけたら確かにすごいと思う。すごくない？うん。まずこれを食べるのが本当に嫌だ、俺も。本当に辛いんだって。じゃあやめ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 。そしたらまた違うだろ、話が。じゃあやる。俺は YouTuber だぞ。じゃあやるやるやるよ。やる。はい、こんぐらいです。お願いします。ああ、早く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 。もっと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 。これ最強だ。結論としては限界があると。普通の唐辛子は大丈夫だけど、ギネス認定されたことやつだってダメ。今日も見てくれてありがとう。また見てね。OK だね、これは。いやー、いや、だって腕も